やばい、来た来たってよ、殺人鬼。おい、出て、私かい。皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今夜もデッドバイデイライトの時間がやってまいりました。さあ、私今回もクローデット、そしてメンバーの方メグちゃんと、あとね、クローデット一人ね、プレステージしてさらに使ってるね、クローデットがおりますので、非常に頼もしい感じとなっております。さあ、今回の殺人鬼は何だろうな。まあ最近ね、ブギーマン相手がやっぱり多いんだけど、まあ、ブギーマンの固有パークかな、タグ付きみたいなパークがあるんだけど、それね、他の殺人鬼もちょいちょい装備してね、来てる殺人鬼がね、いる感じとなっております。まあ他の動画でもね、説明したかもしれないんだけど、タグ付けされたりすると、そのタグ付けされた生存者を殺すと、なんだろうな、発電機直すスピードとかかな、治療に関してもなのかな。あ、やば、おい、すぐそこ、やばい、気づかれたわな、え、メーター溜めてんの、もしかして。メーター溜めてる、なんか嫌な感じだった。今後ろでメーター溜めてるんでしょ、そこら辺でなんか嫌な感じだったな。こっち引っかかった、やばい、こっち戻っちゃう。殺人鬼の裏を書いてね、戻っていく、気づかれるかな。さすがにこっち来ないやろうな、殺人鬼もね、いないでしょ、もう大丈夫でしょ、大丈夫だと言ってくれ、いないんだよいないんだ。さあ、これでね、殺人鬼を負けたかしら、大丈夫かしら。 いないよね、怖いんだよ、開始早々見つかってしまったから。いや、マジでね、いや、でもブギーマンだから、もしかしたら他の生存者タグ付けされてるかもな。生存者のところにね、こう、なんだろうな、キーみたいなのがこうグワッとね、掴んでたりするのがこうタグ付けのマークなんだけど、その生存者が死んでしまうとね、生存者がだいぶ不利になってしまうんだよね。さ、メーター半分ほど、いないよね、大丈夫だよね。たまにね、うまいブギーマンとかだとね、すげえ遠くのところでね、見てたりするんだな、これが。ひとまずあそこの発電機あれぐらいでいいかな。こちらルート行ってみよう。まあ他の生存者もね、これ今ガンガンね、発電機直してると思う。でもブギーマンだから、誰かを見てメーターを貯めてる可能性もあるな。うん、まあ私もね、これメーター貯められてたっぽいからね、最初のところで。いやー、殺人鬼にね、メーター貯めさせないためには、まあ物陰に隠れてね、姿を見せないっていうのが一番いいんだけど、コーン畑だった場合って、あ、やっ、来た、こっち来たやん、あ、ばば、いた、やばい。コーン畑だった場合って、コーン畑のところ入ると、殺人鬼でメーター貯められないみたいね。なんでもうね、このコーン畑でね、もうグワーッつってね、行った方が意外と良かったりするかもしれない。そしてね、コーン畑も直線的に走るのではなくて、こう変則的にこうちょっと曲がってみたりすると、意外とね、殺人鬼がね、分かんなくなったりして使えると。さあ、ブギーマンの方がね、まだね、レベル1だから信用がしないんだな。これまずい状況ではあるんだけど、ここで直しきれそう、いけそうだね。よし、直しちゃえ、 OK。 ふう、危なかったぜ。もうね、開始2回も見つかっちゃったからな。ここ寸止めか、 OK、 ナイス生存者。あそこのコーン畑の中ほどにある発電機、あそこももう寸止めまで来てるかな。これ私が途中まで手をかけてたやつだね。うん、だいたい寸止め。ん、他の生存者見つかったようだね。じゃああれかな、そろそろ発電機ラッシュタイムとかも近いかもしれんな。あ、あそこの発電機、私さっきいじってたところ。さあ、このクローデットと協力して、もうガスガス直していこう。一人ね、ターゲットになってくれてる生存者がいるから、まあその方がね、時間稼いでくれてる間にもガンガン直していきましょう。やばい、来た来たってよ、殺人鬼。おい、出て、私かい。そうだ、ブギーマンってレベル1だった時って、探知系も効かないんだ。これはちょっとね、こすっと曲がって いっちゃう、うん、さあ、コーン畑で見失ってくれ、頼む、ブギーマン目を失ってくれ。やばい、気づかれてんだ、どっち行った、ブギーマン。わからなくなってしもうた。
殺人鬼もわからんかもしれんけど私もわからんとこれね悲しみさ、こちら入ってねこうスッとここ地下室地下室でも直しちゃうもんね私ここ強気にまあねこの地下室地下室で治療作戦もね結構リスキーなんだよね殺人鬼が降りてきて道を塞がれたらね一巻の終わりなんだけどバレなければここでね一応直せるっていうこれ賭けです生存者のまあ、やたら走りすぎてね足跡残すよりかはもうこういうとこでねちんまり直しちゃってもいいかなって宝箱ないか開けられてるよねんやべ降りてきてんじゃんあぶ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 ね危なかった私がやっぱあそこいるんだろうなっつってすっと降りてきたんだろうねいやーあれで宝箱開いてなくてガサガサやってたらねもう完全見つかってたけどもちょっとここ近すぎるから私向こう走ってこうそろそろ発電機ラッシュ行くんじゃないかな生存者ここら辺ちょっとねつけちゃってもいいのかもしれんけどちょっと距離取ったからねさあ行ってみよう皆さんラッシュタイム残り発電機2つ先ほどね通り過ぎたところに、寸止め発電機1つあったから、他のんそこも寸止め発電機じゃないか殺人鬼は来ていないと OK よしここ直して残り一つあめぐちゃんだいや初めてじゃないあったのえどうそうだよね初めてだもんねいや大変だっためぐちゃんもしかしてあのあれかな発電機直ってゲートがこれ開くのこれ待つ感じなのかなひとまず私はこっちのルートにちょろちょろっと走っていく走るというかもうこれねすっと亀の歩きで歩いておりますけど大丈夫か？まあ、めぐちゃんもね、コソコソだよね、やっぱり。こちら側かな。うん。こっちの方にはいなさそう。多分、私が直した発電機の方に流れていってる。じゃないかな。いや、でもどうだろう。別のね、ゲートの方に行けばいいんだけど、殺人鬼。こっちのゲートはいるかな？いないんだったら開けたいんだけど、いないかな？大丈夫かな？いや、もうここはね、弱気になってちゃいかん。強気でゲートを開けていこう来てんだあ違う発電機直してんだいやーいいねポイントこれうまうまだねさあここ開けきれそうだね今回のブギーマンレベル上げなかったもしかしてなんか上げずに経験値アップとかのなんかつけてたのかなねえめぐちゃんそうだよねびっくりしちゃったもんもう私結構追い詰められて大変だったよめぐちゃんこれね生存者ねくるくるっとんどうしたえめぐちゃん何だったあ出口こっちよっつってあこれねあめぐちゃんスッとねうん無事脱出一人脱出来るかな殺人鬼さんここら辺でこうちょろっとちんまりしていたいんだけどいやメーター貯められちゃうかなブギーマンあ一人切られたん大丈夫かゲートまで行けてる向こう結構距離あるんじゃないかなこっちのゲートまでどういう感じかな無事脱出できればいいんだけどどこで切られたんだろうああよかった向こう開いてるんでね脱出といや結構遠いね今回さ、残すところあと私だけといやーこれはねもう怖いからね出られないよねブギーマン相手だとちょっとここちんまりしてみようかなたまにねこのちんまり作戦もミスったりするんだよねブギーマン相手だともう本当に寸前のところまでこうメーター貯めてここに来てほんのちょろっと見てワンパンタイムに持ち越してっていう殺人鬼もたまにねいてこれは本当大変なんだけどなのでね皆さんブギーマン相手だった場合はこのゲートのところでねこう安全地帯だから大丈夫っつってね長居してたりすると意外と危機的状況にねあったりしますまあちょっと前のアップデートでかな殺人鬼のメメントモリがあのゲートのね本当にあと一歩で脱出っていうところに立っててもメメントモリをね使えるようになったようですなので皆さん本当に気をつけてくださいもうあと一歩だから大丈夫一回切ってもらおうっていうのでね私メメントモリでぐさりとねぶち殺されたりとかしましたあメーター貯めてる切ってもらってねこの殺人鬼は大丈夫だったんだねはいということでねいやこれが意外とリスキーだったりするのよ、ね、今回はうまいこと言ったけどあ
私の上にカラスがいたんだね。はい、というような、ね、結果でございました。さ、少しずつね新シーズンになってサバイバルランクもね上がってきております。今ねサバイバルランク17、そして今回ポイント1万1000ポイントか。うん、まあ誰も救出とかなかったもんね、まあ、追いかけられ回されてっていう感じで、まあ、1万ポイントかなになりました。はい、ありがとうございます。いや今回まあみんな同じようなランク帯か、1人だけ少しねサバイバーランク高かったんだね。13の人がいたみたい。うん、まあ殺人鬼がね誰も吊るせなかったので今回ねポイント低めとなっております。さ、今回もローリーちゃん、育っていきましょう。ローリーちゃんもねもうレベルが18になったのでレベル25に向けてねコツコツと、頑張っております。これちょっと気になるけどなんだろうな。まあローリーちゃんね自己治療パークがまだ出てないんだよね。レベル25になる前にせめて2個目のレア度になるぐらいの自己治療パークが取れるといいんだけど、そう簡単にねうまくいかないのがこのデッドバイデイライト。まあやっぱキャラとしてね一番楽なのはクローデットで育てていくっていうのが一番楽なのかな。まあ自己治療パークは必ず出るし、メグちゃんでねレベル35だったかな、でスプリントバーストが取れるので、それさえねティーチブルパークで取れるようにしておけば、まあクローデット自己治療パークは必ず取れるって分かってるから、あとスプリントバーストを取るだけっていうねこれ簡単なところ。まあメグちゃんだったとしてもね同じかな。まあ他のキャラクターについては足が速いのと自己治療パークをね取らないといけないってところ結構難しくなってくるので、少しね時間がかかるのではないでしょうか。まあこれからねデッドバイデイライトを始めるよっていう方はやっぱりこれメグちゃん、クローデットがねかなり強いキャラクターなので、確実にねここら辺育ててみてください。まあでもね最近始める方っていうのは本当にね不利な状況かもしれない。殺人鬼が結構こなれてるね殺人鬼とかがいるもんだから、あの生存者側でやったとしてもねパニック状態に陥ってまっすぐに走ったりとかしてね殺されるって私もよくありましたので、本当にね生存者側はね気をつけてください。まああとはねこの殺人鬼とのこのもう頭脳戦とかになってくるのかな。あとは結構大きな要素としても運っていうのもありますので、私もね少しずつデッドバイデイライトでねこう素敵なねプレイができたらと思っております。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。